松浦正宏は、地方競馬兵庫県競馬組合、西脇馬事公園、野田忍武級者に所属していた元騎手である。1991年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、稲田石江級者からデビュー。同年4月29日初騎乗。同年5月14日、フィンヒットで優勝し、7戦目で、初勝利。 1997年3月19日第36回、福パーク記念をビールペーカーで優勝し、重賞初制覇。2000年7月4日、第1回姫路競馬4日目第1競争アラブ系、小バ一般競争を、坂エースで優勝し、地方競馬通算500勝達成。2001年5月27日、第2回中京競馬4日目第9競争湖で、マリ賞で、 スカサヒロインに帰乗し、中央競馬初帰乗。同年12月13日稲田石静江町教師死去のため岡田理一チ級に所属変更。2006年5月18日第4回、園田競馬6日目第11競争縁一二組4歳、以上条件戦三遊上海での帰乗を最後に、同日付で自己都合により機種免許を返上し廃業、引退。野田で、 休務員をしていたが、2010年9月16日、地方競馬全国協会より、平成22年度、第2回長教師、機種免許試験において、機種試験に合格し、同年9月29日付で、機種免許を交付されることが発表され、現役復帰をすることになった。2014年2月14日付で、野田学部級者から野田忍部級者へ所属が変更された。 2017年12月21日のそのだけ第11、競争を最後に騎士を引退した。状況指名官、園田、姫路競馬情報、ニュースリリース2006年5月、園田、姫路競馬場ニュースハット AB 平成22年度、第2回免許試験新規合格者発表、ニュースリリース、園田、姫路競馬場、オリジナルの2014年1月2日、 時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20140102200321/http:/www.sonod-himeji.jp/newsrelease2014 年3月11日、閲覧。松浦正宏騎の引退について。 ソノダ、姫路競馬場、2018年12月9日閲覧、ありがとうございます。